佐賀市の嘉瀬川河川敷を主会場として佐賀平野中西部の広範囲で毎年秋に開催される熱気球競技大会です。熱気球競技大会としては日本国内のみならずアジアで最大級の参加機数の大会であり、毎年十数カ国の選手が70から80機参加しています。11月3日月祝大会最終日、佐賀平野の上空は北西から強めの風、しかし嘉瀬川河川敷の地上付近はそれほどの風ではなかったため、早朝一斉スタートの1タスクだけ競技飛行が行われた。パイロットは GPS と地図アプリを駆使し現在地を把握して飛行し目的地に向かっています。競技本部の調査によると、今朝の風は地上付近から上空1200メートル程度まで、どの高度でも南東方向への一本上し、しかも高度100メートル以上は秒速10メートルを超える風が吹いているため、河川敷を離陸した競技気球はあっという間にターゲット目指して飛んでいってしまった。東の空には雲の切れ間から昇りつつある太陽、そして南東には競技気球の群れ、河川敷からは逆光になるためシルエットしか見えないが美しい光景だった。土日は天候が悪く競技中止だった。この素晴らしい光景に週末の悔しさを振り払ってくれました。Thank you.
今日はマスターズキャップの表示はないと。でも、自由に